アキちゃんはクリスマス歴はどれぐらいですか？クリスマス歴ですか？25年です。25年クリスマスを楽しんでこられた。あ、まだ24年でした、すいませんしがみついたそこ24です。結構なベテランですね。そうですね。じゃあアキちゃんの、はい、今までで楽しかったクリスマスの思い出は何ですか？楽しかったクリスマスの思い出ですか？その前に、うん、クリスマスって何の日か知ってますか？みんなでお祝いする日です。みんなであのクリスマスプレゼントを交換する日。これ何をお祝いしてる日なんですか？あれだ、雪が降ったらいいねっていう。あ、じゃあいわゆるあれですね、農作物のために雨が降りますようにみたいな、雨乞いとかって一緒で。そうそうそうです、そうです。雪が降ることをお祈りしてるんですね。そうです。じゃあその雪が降るためになんでプレゼントを交換するんですか？それはなんでですかね。幸せになれるからですかね、みんなが。みんながね。あきちゃんはどんなプレゼントもらうと幸せですか？もうそれは何でも嬉しいですよ。うん、何でも？何でも嬉しい。その中でも特に嬉しいのは？今だったらそうだな、 3DS が欲しいです。 3DS？ 任天堂の？だ、そうだ、それが欲しいね。もしかしたらこれを見てる人が送ってくれるかもしれないですけど。やった、ね、宛先はこちらまでって言って指でこうやってねこちらまで、うん、出てないですからね。あ、そうです、ごめんなさい。じゃあ、うん、クリスマスの時に食べるものといえば何ですか？手羽先あとはピザ。ピザ、うん、おう、ピザと他にクリスマス料理といえば北京ダックもっと聞きたい。あとはあとはケーキ。ああ、ケーキ食べますね。ケーキは特別にね、ちゃんと食べなきゃいけない、食べなきゃいけないんですか？食べなきゃいけないよ。だってお祝い事イコールケーキじゃないですか。つきものですよ、ケーキは。でもお祝いじゃなくて雪が降りますようにっていうお願いでしたよね。そうですね、雪が降ったらいいなってケーキ食べるんです。そうなの、その祈りを込めて。そう。アキちゃんはクリスマスは七面鳥とか食べないですか？あ、七面鳥か北京ダックじゃなくて食べ、あんま食べたことないですね。七面鳥ね、なかなか売ってるとこもないですからね。そうですね。あとはね、クリスマス今年は何をして過ごすの？今年は仕事です。仕事、仕事なんです。24日も25日も、うん、そうなんだ。24は友達とちょっとまあね、遊びに行きますけどちょっと嬉しそうなの。そりゃもうね、嬉しいですよ。友達？友達。それは男の子女の子？それはもうご想像にお任せします。また想像に任せちゃった、うん、そりゃもうね、皆さんのもう どちらでもいいです。もう一人じゃなければいいです、秋みんなと一緒にいたいです。うん、今抱っこしてるチルナちゃんのチルナ星でのクリスマスはどんなんですか？豪華ですよ、チルナ星は。あのね、雪が絶対降るんですけど、ここは町というか村というか星というかわかんないんですけどでっかいクリスマスツリーが刺さってるんです。刺さってる、生えてるんですよね、チルナちゃんって。こうやって大きく飾り付けされてるんです雪が降るのを祈るのにチルナ星は必ず雪が降るの？うん、そう、降るの。何を祈りするの？じゃあ、いや、降ったね、わーい、パーティーです。チルナさんたちは雪が好きなの？好きです。秋は？大好きです、雪。うん、なんで？ワクワクするじゃないですか、だって雪が降ると。秋、雪が降ると、うん、今24ですけど関係あるのかそれじゃあこの年でも一人で雪だるま作ります。おお、これは本当にやってます。今まで作った一番大きな雪だるまはどれぐらい？え、す
ゃなかったら多分こんぐらいはでかかった。こんぐらい。あ、友達と一緒に作ったの？そう、お姉ちゃんとかね。うん、うん、一人で作ったのは多分こんぐらい。だいぶ小さいな、またこれをあのちょっと外で作って家の玄関まで運ぶのが大変なんですよ。そうなんだ。そう、じゃあクリスマスを目前にした皆さんに、はい、あきちゃんからメッセージをお願いします。はい、皆さん、ハッピーメリークリスマス、良いクリスマスを。